未完済的価値取論の3回目の授業になるんですが、前回ですね、残っているところがありまして、だから第2回目の、最後の方ですね、残ってましたので、そこからやっていきたいと思います。で、この第3回というスライドがあるんですけども、この内容もちょっと多いなと自分では思っていて、だから、単体法と相対定理っていう話をしていくんですけども、初めに相対定理の方の話をしていくんですけども、単体法のところは、今日やらないというつもりでおります。で、あるんですけども、そこは、なんだろうな。今日用意している、この第3回の内容よりは少ないので、で、第4回が終わると、ちょうど、帳尻が合うかなという気でいますけども、それは計画なので、計画通りかどうかわかりませんが、そういうつもりでおります。いずれにせよ、この第3回の、スライドに書いた内容を今日全部終わらせようという気はあんまりないので、その点は、そういうものだと思って、進めていきます。で、じゃあ、第2回の復習からやるんですけども、ちょっと動かないですね、スライドが。これがですね、動きません。線形不等式系と凸多面集合って話をしてまして、で、凸多面集合何だったかというと、こんな感じですね。この行列 A と、ベクトル B があったときに、この線形不等式系 AX、大なりイコール B というのを用いて、こんな感じで書ける集合であると。これ二次元の場合の例である。こんな形だったということですね。で、その線形計画問題の許容領域というのは、凸多面集合だったという話があったので、こういうものが重要な役割を果たすということを言ってました。で、その中で、いろんな用語とか、例とかも見ていったんですけども、最後の方にですね、45ページ。これです。打倒不等式っていう、用語があるってことを言ったんですけども、凸多面集合があるときに、その凸多面集合の中の点が、満たす不等式のことを打倒不等式と言います。つまり、この AZ が大なりイコール B、この式ですね。それをその Z が満たす場合、つまりこの、ですね、この凸多面集合の中にこの Z という点が入っているときに、このアルファ点値 Z、大なりイコールベータっていう不等式が満たされると。というときに、このアルファ点値 X 大なりイコールベータという不等式のことを、この P に対する打倒不等式と呼んでいたということになります。で、下はイメージ図で、この P というのが今考えている凸多面集合であるというときに、このアルファ点値 X 大なりイコールベータっていうのは、この平方空間というのを定義すると言っているわけですね。だから、二次元の場合には、このアルファ点値 X イコールベータという直線が定める、なんだ、半平面のうちの一方なわけですね。それをこの不等式が定めてるわけですけども、その半平面にこの P という凸多面集合がすっぽりと入ってるというのが、この打倒不等式、P に対する打倒不等式に対する定義だったというわけです。はい。で、この打倒不等式を使って、凸多面集合の面というものを定義してました。面。で、それはこれですね。面というのは、P の面というのは、この打倒不等式を用いて、こんな形で書ける集合のことというふうに言ってました。これ何だったかというと、この場合はですね、これは、この、アルファ点値 X 大なりイコールベータっていう、この先ほど言っていたような、この平方空間、二次元の場合は平方平面があるわけですけれども、それの、それのその境界となっている、この場合は直線ですけども、一般の次元では超平面というふうに言っていたんですね。それと、この P の共通部分。だから、この場合は、ここの部分ですね。この点ですね。次のページあるかな。ここですね。これのことを、この場合 P の面と言っていたわけですね。で、今、この P の面というのは、この1点からなる集合になっているわけですけども、別ので、打倒不等式を持ってくると、いろんな面が、この凸多面集合にはあるんだってことが、分かることになります。で、そういうのをちょっと上げてみると、上げてみるとっていうのはね、こんな感じになっているということでしたね。0次元面、っていうのは、5つあって、1次元面っていうのは5つあった。こんな感じになっていると。で、次元っていうのは、凸多面集合がどういう、面って言うんですね。その面がどういう広がりを持っているかってことを、表していると。だから、この0次元面っていうのは、自由度が0しかないと。その点に至ったら、その面の中で動くことができないから0次元。1次元面の場合は、面の上の点を取ってきても、この面に沿って1次元的に動くことができるので、1次元と呼んでる。というふうに思ってくださいということでした。で、高次元になると、もっとその高い次元の面とかもあって、この場合、今これは、3次元立方体と前回言っていたものですけども、この右のような例のように、その2次元面っていうのもあり得ると
ということになるわけです。はい。で、今後、いろんな役割を果たしていくものとして、すいません。これかな。頂点と呼ぶものと、まあ、点と呼ぶ面があります。まあ、ファセット、今後ちょっと出てくるかどうかわかんないんだけど、一応ここで定義しています。すいません。出てくるか、今後出てくるかどうかわかんないものを定義してるというのはあんまりよろしくないんですけど、もうちょっと、自分でもこの後の話の展開がよくわかってないので、一応定義してます。で、まあ、一応、まあ、頂点と点はもう出てきます。で、それは何かというと、これは、面なんだけども、その次元が、0であるものとか1であるもののことを、それぞれ頂点、点というふうに呼んでいます。はい。で、今日の、初めの話、あるいはその前回残っていた部分っていうのは、この頂点っていうのを、どのように、その、まあ、見つけるかというか、定めるかってことをちょっとやっていきます。はい。で、まあ、もう一個ですね、あとこの、単線と呼ばれているものがあって、これも重要な役割を果たすんですけども、それは何かというと、点なんだけども、それが半直線、だから、有界ではない。って言うとダメなんだ。片側比喩線と言います。今ですね、この下の、図にあるような、トツタメン周囲ですね、においては、このまあ左側に向かって、まあ、これ、ずっと広がっているような形、まあ、比喩界なトツタメン周囲になっているんですけども、この単線っていうのは、この場合、2つあって、それはこの左にずっと、まあ、上にといってですね、こうずっとこの続いていると。これ、半直線になっている。いうわけですね。で、しかもこれ変になっているわけですね。変なんですね。一次元的な、広がりを持っている面になっているので、これ変なんですが、変であり、なおかつ、片側比喩界の半直線になっているもののことを単線と言います。まあ、英語でエクストリームレイと言うんですけども、まあ、レイっていうのは、あれですね。半直線を表す英語なんですけども、だから、で、まあ、エクストリームっていうのは、その、まあ、単。端ってことをちょっと表すような日本語だと思ってもらうと、まあ、単線という略語がいいかどうかっていうのは、まあ、議論はあるかもしれませんが、まあ、ここでは単線というふうな、日本語、略でエクストリームレイという英語を表していると思ってください。はい。でですね、この、今言ったこの頂点と単線っていうのが重要な役割を果たすっていうのは、この第3回の授業の始めのところであります。で、それを後でやっていきます。はい。で、今からやっていくその第2回、で、ここまでが前回の復習です。はい。いいですかね。はい。で、今から何やっていくかっていうと、この頂点の特定って話をしていくんですけども、その、まあ、トツタメン集合が与えられたときに、その、まあ、だから、それ線形不等式形を使って与えられるわけですね。で、それを見てですね、頂点はどこでしょうってことを、まあ、わかるというか、パッと、まあ、わかんないんですけども、まあ、ある程度わかるような、方法っていうのを今から与えます。で、頂点っていうのが割とその線形計画問題とか線形計画法で、まあ、重要な役割を果たしますので、それとってやっていきたいと。で、例えばですね、今これ例ですね。これ、トツタメン集合です。で、その左側に書いてあるのはこのトツタメン集合を与える線形不等式形です。で、今これ1、2、3っていうのは番号をつけてるんですけども、これ何かというと、この、左側、右側ですね。右側のトツタメン集合っていうのは、この、3つの、線形不等式形、線形不等式を使って表されていますが、その一つ一つとですね、この線形不等式を今、1、2、3というふうに名付けていると思ってください。はい。でですね、頂点はどのように決定されるかというと、この場合はですね、今これ二次元なんですね、この図はね。二次元、書こうかな。二次元なので、まあこれ、こういうふうに絵を描いてあげれば、頂点というのはこの二つ。こうあるんだなってことは、これは、ま、目で見て分かることですね。二つあるんだなっていうのは目で見て分かる。で、この、頂点っていうのはどういうところにあるのかっていうと、この上の方の頂点は、まあ、直線の交点になってるわけですね。で、どの直線の交点かというと、1と3ですね。上の方はね。1と3っていう直線の交点になってる。で、下の方は何かっていうと、これは2と3かな。2と3っていう直線の交点になってる。というわけです。で、まあ、で、そういうことを考えると、まあ、今これ3つ、1、2、3って直線があるんですけども、そのうち、まあ、2つ取ってきて、その交点となる点が、この凸多面集合の頂点の候補かな、というふうに思うわけです。で、そう思うと今、3つですね、直線がある、1、2、3とあって、今、頂点2つ、まあ、この図の上ではあるんですけども、その、1、2、3から直線を2つ取ってくるっていう組み合わせはもう一つあるわけです。で、それは今、1、3と2、3以外の組み合わせは、1、2っていう組み合わせがあります。
で、1、2っていう組み合わせを考えて、1、2の交点はどこかっていうと、ここにあるわけです。まあ、赤で書いてますけども、ここがその1、1と2っていう直線の交点になっているわけです。で、これは、この、トスタ面集合の頂点にはなってないわけです。だから、直線2つ取ってきて、その交点を求めるってことをするんですけども、その中でも、まあ、あるものは頂点になってるし、あるものは頂点になってない。いう形になってるわけですね。で、実際に今これ計算してみるとどんな感じかっていうと、今これ3って書きましたね。まあ、こんな感じになってると。で、1と2の交点、1と3の交点、2と3の交点っていうのを、今言ったように、直線の交点なので、今ここに書いてある不等式の不等号を等号にして、まあ、連立方程式解けばいいと。で、解けばその交点がわかるようになります。で、まあ、実際に解いてあげると、1と2の交点、っていうのは、この30っていうふうになります。この赤い点。これ30っていうふうになります。これ30っていうふうになります。で、これ今、これ一旦計算すると、何が言えるかっていうと、この、30ってこの点が、この123っていう不等式を満たすかどうかってことが、この30という、この値をですね、x1、x2、それぞれこれ代入してあげるとわかります。わかります。で、それ実際やってあげると、まあ、30っていう点は、1と2の交点なので、1番と2番の不等式は、これ等号で満たします。等号で満たしますが、これ3番っていう不等式は、満たしません。で、実際にこれ計算してみると、30、3番の式に入れてみると、マイナス3プラス0になります。で、これが、じゃあ、マイナス2以上になってますか？これ今、はてな、まあ、なってますかって言われると、これなってないので、これ成り立ってないですね。マイナス3はマイナス2より小さいので、ここに書いてある不等号は、これ成り立たないわけです。だからこれ、この今、30っていう、この、点は、まあ、線形不等式形で表されるトス多面集合の中に入っていないということがわかるわけです。で、まあ、そういうことから、直線の交点は、頂点の候補にはなったんだけども、この場合は線形不等式形の解じゃないから、実際これは頂点じゃないねって言えるということになります。で、他の2つですね、1、3の交点とか2、3の交点、これ計算してあげると、やっぱりその、連立方程式をですね、解いて求まります。で、求めてあげたものですね、これやっぱりこの、線形不等式にこれ代入してあげる、代入っていうか、入れてあげると、確かにこの3つの式、すべてを満たすことがわかります。で、それはですね、ちょうどこの端にあるんだってことを、表していて、これが頂点になる。ということになります。という感じでですね、その頂点を特定しようとする場合には、今これ二次元なのでこうなんですけども、まあ、二次元の場合には、この、何ですか？線形不等式形が表す、この各直線があるんですけども、そのたくさんある直線の中から二つを選んできて、その交点を求めましょう。で、その交点が線形不等式形の解でないのかあるのかってことを判断することによって、そこの線形連立方程式から出てくる解というのが頂点になっているかどうかがわかるという形になっています。で、これちょっと一般的に書いたものが次の話になります。次のページになります。あ、書いてなかったですね。で、一応これは頂点の必要十分条件っていうような形で書いていて、これ証明しないんですけども、まあ、こんな感じです。で、何かというと、まあ、このトスタ面集合っていうのが、この AZ ガイナイコール B っていう、不等式を使って定義されているとしましょう。で、この時に、この、まあ、X バーっていう、まあ、点ですかね。点がですね、この P の頂点である、トスタ面集合の頂点であるための必要十分条件というのは条件を出すことになります。で、まず何かっていうと、そもそもこの X バーっていうのはこの P に入ってなくちゃいけません。だから前のページの言い方で言うと、その、何かその方程式といって求まったものが X バーだとすると、それがその線形不等式を満たしている必要があります。というふうに言ってるのが、これ1番の条件です。で、2番の条件が何かっていうと、じゃあそのどういうその線形方程式、連立方程式を解くんですかってことを表しています。で、これ何かというと、これ、行素エジ集合 S で、行素エジ集合 S で書いていて、これはちょっと間違ってる。間違ってる。直します。N じゃなくて、これは、A っていうのは N かける N 行列だから、行素エジ集合は1から M なんで、これ M ですね。すいません。だから、1から M っていうその行があるんですけども、A が。その中で、いくつか取ってきます。行を。で、その取ってきた行の素エジをラージ S だとします。ただし、取ってくる行の数は N だとします。N っていうのは、この行列 A の列の数です。だから、まあ、気分としては、A っていうのは、
なんかこんな感じの、ちょっと縦長の行列だと思ってください。M かける N 行列だと思うと。で、S に対応することが取ってきます。なので、行素 H S っていうのを見て、この AS っていう行列を今から作るんですけども、これは何かっていうと、S に属する素 H の行だけからなる A の小行列です。だから今 A っていう行列あるんですけども、その S に対応するとこだけ、そうだ、取ってきます。あ、それはこの行列 A 上で、その、なんだ、素 H っていうのは連続してる必要はないんだけども、まあ、この図では今、書きやすくなるために連続していることにしています。で、この S の要素数 N なので、ここを今 N 個行を取っていくということになります。で、この、S に入っている行で定められる、この A の部分行列のことを AS と。あ、部分行列、じゃあ、小行列ですね。すみません。英語でサブマトリックス、サブメイトリックスとかって言うんですけども、だから、あれなんですよね。自然に日本語にすると部分行列になったんですけども、普通の数学用語は小行列なので、小行列となって。AS というその小行列を取ってきます。で、その小行列はまずこれ正則であることがあります。だから逆行列も、こう逆行列も。で、なおかつ、この AS かける X バーイコール BS を満たすようなものが存在する。で、BS っていうのは、この B の、このラージ S に属する素 H の成分からなる小ベクトルです。わかりますかね？だから今、これ B っていうのはベクトルで、B っていうのも、これ、この M 次元ベクトルなんですけども、この先ほどの、この A のところで取った S と同じところを、この B でも取ってくると。で、取ってきたところを今、これ BS と呼びましょう。というふうにしてます。で、そうすると、今、この AS っていうのは、AS っていうのは、これですね。AS っていうのは、ちょっとすみません。書く場所があんまりよろしくない。AS っていうのは、これ M かける N 行列ですね。M かける N 行列。で、X バーっていうのは、今これは、M 次元ベクトルですよね。だから、この ASX バーっていう、この行列とベクトルの積っていうのは、これは定義されます。定義されます。で、まあ、BS っていうのは、今、この M 個成分があるところから N 個取ってきているので、これ BS っていうのは N 次元ベクトルになっているわけです。で、今、AS っていうのは、正則だっていうふうに言ってるので、この ASX バーイコール BS を満たすって言ってるのは、別のことを言うと、この、線形方程式が X バーイコール AS インバースかける BS って形で解けるということと言ってることと同じなわけです。で、これは先ほどの、二次元の場合で言うと、この三つある、この行から、二つ取ってきて、線形方程式を作る。で、それを、その連立方程式を解く。ということを言っていることと、これ同じです。ただ、この S っていうのを選ぶってことは、先ほどの、例で言うと、この、線形不等式系の中から、N 個、その場合2個、選んできて、連立方程式を作りますよって言ってることが、この2番に対応します。いいですか？で、実際解いたものっていうのが、まあ、この X バーイコール AS インバース BS っていう、まあ、式になってくる。で、まあ、これによって、このまあ X バーっていうのは定められる。で、なおかつ、これ1番の条件があって、その解いた解である X バーっていうのが、この P に入っている。つまり、初めにあった、線形不等式形を満たしているってことが、必要十分条件ということになります。で、これは、それも直さず、前のページのその例で行ったことそのものになっています。つまり、その2番の方で、その2つ、直線を選んできて、現実物質を解くということをやっていて、その解いた解 X バーっていうのが、確かにその連、えっと、線形、等式形を満たすかどうかってことを1番で確認していると。で、それで、頂点が分かります。ということで言ってるということになります。で、こんな感じで、多面集合の頂点が一応分かるということになります。で、まあ、別の言い方すると、この、まあ、必要十分条件を使えば、有限の手続きで、頂点を、凸多面集合の頂点をすべて求められます。前にですね、その頂点を定義するときには、打倒不等式があって、で、それでその打倒不等式が定める長平面と、この P っていう凸多面集合の共通部分を持ってきて、その共通部分の次元が0でないといけないとかっていうような、わけのわかんない定義だったんだけども、わけのわかんない定義だったんだけども、ここでは、この A っていう行列の、まあ、
行政実習簿を取ってきて、連立送出しといて、それが P に入ってますかってことを確認するだけでできるので、一応この、必要十分条件によって、P の頂点、トスタリン集合の頂点っていうのがどこにあるのかってことを全て求めるというアルゴリズムが作れます。ただ、まあ、そのアルゴリズムを実行することは別にして、そういうことができます。ので、まあ、今後、頂点のことを考えるときには、この頂点の必要十分条件のこの下の1、2っていうのを使って、頂点のことを考えていくことになる、ということになります。で、まあ、証明はあんましない。で、まあ、例えばですね、で、これ、N 次元仮面、立方体をこういうふうに展示させていただきました。何かというと、各座標ですね、XI というのが0以上1以下という不等式で表されるような、トスタリン集合です。というふうに言ってました。で、N が2の場合が左の字。N が3の場合が右の字。で、これ N が4、5、6と大きくなっていっても同じように、その N 次元立方体というのは定義できるんですけども、じゃあ、この N 次元立方体の、頂点は何でしょうというふうに考える。で、例えば、まあ、この N が2の場合ですね。書きますと、N が2の場合。これ、左ですけども、これ、これ4つ頂点がある。で、これ全部、1個ずつ上げてみると、これ00、ここ00ですね。で、ここ10、これ10ですね。で、ここが、01。で、ここ11。こんな感じになってる。20になってます。あ、これは目で見ればわかる。まあ、全部、手で書きますかね、2次元の場合は。で、3次元の場合は、こんな感じでこれ8個あるんですけども、これも、これは次のページ書いてたかな？わかんないですね。ちょっと次のページ見ましょうか。あ、書いてなかったですね、やっぱり、ね。これ書かなくてもなくて。で、まあこれちょっと全部書くのは大変なので、例えばこの右のものを書くと、これは間違いそうですけども、間違えずに書こうとすると011かな。まあこんな感じになってる。で、もう一個だけ書くと、じゃあここだけこう書きましょうか。これは、本当に間違いそうですね。010ですね、多分ね。こんな感じになっているということになります。という感じでですね、まあ、N が3までの時には、まあ、この図書けるので、図からこう、なんか推論することができるんですけども、じゃあ、その、まあ、前回言ったようにですね、その N が4の時、想像できますかとか言われてですね、まあ、これ N に書けないから、ね、これ困っちゃうわけですよね。だけども、先ほどのその有限の手続き、アルゴリズムによって、この N 次元立方体の頂点を全て求めるということは、一応、その、理論上というか、定義上できるわけです。で、一応それちょっとやってみたっていうのは次のページで、まあ、こんな感じで。で、これは今この、じゃ N 次元立方体、書いちゃった。N 次元立方体っていうのを、自然と、書いたとしたときに、その、線形不等式がどうなるのかってことを、ここに書いてみたものです。だから、先ほどのその、定義の仕方で言うと、ここはその AX が B 以上って、こういう形に今書いてみたわけです。本来は、本来というか、もともとは、この各 X、XI が0以上1以下っていう、式だったわけですけども、この行列、今どういう形になっているかっていうと、行の数が 2N。で、列の数が N って、こういう形になっています。で、X っていうベクトルは N 次元ベクトルだったので、まあ、これで、行列 A の列の数が N だとすると、ちゃんとこの AX っていう行列積は、行列のベクトルの積は定義されているということになるわけです。で、この 2N 個、つまりこれ、A という行列は、2N 個行があるわけですけども、これは、この各 XI に対して2つ、不等式がある。で、I は1から N まで動くので、この全体としてここにある不等式 K が持っている不等式の数っていうのは 2N になる。2N になる。ってことを、この、A の行の数が 2N であるってことに、まあ、対応していると。という形になるわけです。で、この B の方もうまく設定してあげてるという形になる。いいですかね。こういう形で書けるっていうのはわかりますか？いいですか？ちょっとやってみた方がいいかな。例えば、この一番上の、どう？青にしたかったんですけど。一番上の行と X と B の一番初めの成分の、ところで出てくる。一番上の行の、不等式っていうのは、X1 が0以上って言いますよね。ちゃんとこの内積とかで、そういうの、わかる。いいですか。じゃあ、2番目の行を見てみると、ここですね。ほっとくと。で、内積とかどうなるかっていうと、これマイナス1なので、マイナス
ックス1がマイナス1以上、こういう式に書くんです。ちょっと見えないです。これですね。で、これは、書き直すと、x1 が1。こういう式になる。だから、その、初めの2行で、x1 が0以上、1以下であるという式が、まあ、表されているということになります。で、同じように、第2成分、点点点、第n 成分に対して同じことになっている。ということになって、まあ、この、線形不等式形で上に書いてある多面体が定義できます。という形になっている。ということになります。で、それでですね、じゃあ、今この CN っていうその N 次元立方体を、まあ、この線形不等式形で書いたので、先ほどの、必要十分条件を使うと、この CN っていう N 次元立方体の頂点を全て特定できます。で、これはやんないのかな？やんないんですけども、実際に、計算すると、この X バーというのが、この N 次元立方体の頂点であるっていう必要十分条件は、各成分が0か1である。ということで、かけるということがわかります。でこれは、まあ、やってもらうとわかるんですけども、これはやらないですし、ちょっと、これは補足動画も多分作んないんですけども、こんな感じになっていると思います。で、これは先ほどの、例ですね。例に戻れない。これですね。これも、もうそういうふうになっている。この各成分が、どれも0か1になっていて、しかも、そのようなものを全て集めてくると、この M 次元立方体の頂点が全て求まります。という形になります。で特に、この各成分に対して0か1を割り当てることによって頂点が一つとなるので、でこの、立方体ですね、N 次元立方体の頂点の総数っていうのは今 N 乗になります。各成分に対して2つ0か1っていう可能性があるわけなので、それを N 個連ねると、今 N 乗個、頂点が得られるということになります。で、まあこれはですね、膨大なんです、ね。頂点の数としては。これもともとですね、この、不等式形っていうのは、不等式の数は 2n だったわけです。不等式の総数は、だからこの、行の、a という行列の行の数ですけど、これは 2n だった。だけども、その 2n 個しか、不等式がないのに、そこから出てくる頂点の数っていうのは、その n に関して指数関数的になり得るということなんですね。で、まあ、こういうことが起こり得るわけですね。で、これが、どちらかというと、その、まあ、線形計画問題っていうのを難しくしている。計画問題の最適解っていうのが、その頂点で達成されるってことが、まあ、よく起きますというか、後で言う意味で起きます。ので、そうすると、その、まあ、頂点を探索するってことになるんですね。線形計画問題っていうのは、基本的に。で、そうすると、探索すべきですね、頂点の数っていうのが、指数関数的に大きくなり得るわけです。ということもあるので、その線形計画問題を解くのは、一般的にはそんなに簡単じゃないわけですね。にもかかわらず、線形計画問題ってのは効率よく来てるわけです。だから、ここら辺はいろんなですね、そのアルゴリズムとかですね、数学のこの奥深さがあったりして、まあ、面白いわけですけども、まあ、そういうのはですね、あんまりここの授業の中では、深めていくことじゃなくて、まあ、こういうことになってますよということだけをお伝えする部分です。まあ、こんな形で、まあ、頂点は、この特定できました。という形になります。はい。で、まあ、この頂点っていうのが今後重要な役割を果たすということになります。でですね、じゃあ、その、線形計画問題から出てくるような、トスタミン集合においては、じゃあこの頂点どのように絡められるかを考えてみましょう。で、これ、等式標準形の場合です。等式標準形の場合、この制約ですね。っていうのは、AX イコール B という等式と、まあ、皮膚制約と呼ばれているこの X が0以上であるというような形の、制約、不等式で書かれるということになっていました。で、このような、この、制約ですね、を満たすような X を全て集めてくると、トスタミン集合になるんだということを前回言いました。で、そう思うとですね、じゃあ、この、じゃあ、制約を満たす X 全部求めてみると、あ、持ってくるっていうのを、先ほどの、その、トスタミン集合とか線形、不等式系の方で書いてみると、で右のように、こんな感じになります。だから、この今、行列かけるベクトルが、列のベクトル以上って形でこれ書いていた。で、これ何かというと、この初めの部分ですね。この A と A、と、この B とマイナス B っていう部分。で、ここの部分を、
変形すると、この部分から AZ イコール B というのが出るという感じになっていて、だからその AZ イコール B という不等式を2つの不等式に分けて、ここでは書いているというふうに思うわけです。で、先ほど、で何をしたいか、この許容領域、これの頂点、じゃあどのように定まりますかということを今考えてみます。で先ほどですね、まあ、このような、この線形不等式があったときに、それで定められる凸多面集合の頂点がどのように定まるかということの質量十分条件を今、ここに下にそのまま書いてます。ここには新しいことは何もありません。ただ書いてるわけです。で、そう思うと、今ですね、じゃあこの P という許容領域があるんですが、X バーがその頂点である。ならば、何が成り立っていけないか、何が成り立っていけないといけないかということを考えます。で、そうすると、何かと言われると、自分で何を書いているかわからない。X バーイコール B。そうか。そもそも、この X バーは、この P に入っていないといけないので、X バーというのが、この AX イコール B という、この等式制約を満たしている必要があります。つまり、AX バーイコール B である必要があります。必要があります。だから、これは片側の向きの、矢印になっていますけども、AX バーイコール B という形になっている、ということになります。で、それで、なんでこれここに書いてあるんだろうな。今ですね、まあ、A という行列があるんですけども、まあ、A の中には、この、行がたくさんあるんですけども、その中で、線形独立な行の数っていうのを、まあ、このランク A というふうに、まあ、これ定義していたわけです。だから、この中で、ランク A この行が線形独立になっています。で、そうするとですね、何を言いたいのかというと、次を見ると、何かというと、今ですね、この AX バーイコール B っていうものを、この X バーは満たしていけないといけないんですけども、これ言い方が難しいな。だからこの AX バーイコール B っていうのは、これ解きたいんですけども、この X バーの自由度ってこれ割と高いわけです。高いわけです。どうやってお伝えすればいいかな。これちょっと線形代数のことをちゃんと復習しないと皆さんに伝わらないかもしれないんですけども、それを無視してちょっと言うと、この X バーの次元が N マイナスランク A ぐらいあるわけです。わかんないですか？どういう感じですか？どういう感じ？あ、そうなんですけども。だから、この、AX バーイコール B を満たす X バーってたくさんあるわけです。たくさんあるわけです。で、その中で、この頂点を見つけたいんですけども、だから、なんだろう、AX バーイコール B っていうのを解いて、X バーがなんか一つに定まるんだったら、その一つに定まった X バーっていうのが、この許容領域の頂点なんですけども、まあそういうことはあんまり起きなくって、この X バーっていうのはそのなんか高い自由度を持ってるんですね。なんて言うんだろう。この AX バーイコール B という、等式を満たす X バー全体の空間、だからアフィン空間っていうのがあって、それはその次元が高いかもしれないわけです。で、その中で、その端を見つけようと思ったら、ここのその X が0以上っていうこの条件をうまく使ってですね、その端のところっていうのはちょうど、この、この IZ イコール0っていうのを満たすように取ってきてあげないといけない形になります。ちょっとうまく説明できないな。で、それによって、つまり、この N マイナスランク A との定義に対しては、この、X バー i、XI バーかな、XI バーの値が0になくちゃいけないという形になります。だから別の方すると、この頂点を求めようと思ったら、この N マイナスランク A との数字を0にしてあげて、残ったところで、この AX バーイコール B っていう、等式、連立方式を解いてあげる。ってことをします。で、それをやってあげて、実際に、うまく、P の頂点が得られるかどうかってことを確認するってことをすることによって、このような、等式標準形の、制約を全部満たすような、点の領域、許容領域の頂点を求められるという形になります。ちょっと説明が下手でいけない。もう書いてるのが正しいんですけども。はい。だから、今言ったことちょっと待ってると、こんな形で頂点を固定できます。何かっていうと、先ほど言った通り、まずこの、XI バーイコール0となるような、数字を先に決めます。で、それはその N マイナスランク A 取ってくるわけです。
特例っていうのはやらで、残りの数字については、この、AXY イコール B イコール0、0なり B となるように、決めます。で、まあ、これが解けない場合はあるんですけど、その解けない場合っていうのは、つまり、うまくその、この0となるような数字を選ばなかったことなので、それはまあ、そもそも、なんか、超とに採用しないような、選び方になっているということになります。で、これを解いてですね、解いて、その X バーっていうのが一つに決まったら、そのできた X バーっていうのが確かに、0以上のベクトル、つまりこの2つ目をですね、条件に出してたことを確認すると。で、確認できたら、それが頂点であるというふうに、まあ、言えるという形になります。説明が下手だったのがよくなるんですけども、まあ、ここに書いてある手続きを踏むことによって、この、等式標準系の線形学問題の許容領域の頂点が確定できるということになります。で、実際次のページでやってみます。あ、ちょっと早いですね。私も疲れましたね。でもまあ、言ってみるとこんな感じです。で、例えば、ありましたね。これは何かというと、こういう、先ほどの、その、等式標準形のような形で、その、許容領域を書いたものになっています。で、先ほど言っていたのは何だったかっていうと、だからこれは今、行列は置いといて、2つ等式があって、3つ変数がある。そういうような形になる。で、これ、10種と、まあ、この3次元空間において、この線分ですね。この線分が、この P になっているという感じになる。はい。で、それでですね、先ほど言った通り、の手順に従って、この P の頂点を定めようと思います。で、そうするとですね、この、A のランク、この場合ですけども、この場合、A のランクってね、これ2になってます。まあ、これはそうそう、行列作って計算すればわかるので、あんまり言いません。これ2になってます。ので、先ほどで、N は3。なので、先ほど言ってたのは、N マイナスランク、A 個の、添え字、I に対して、XI バーイコール0とする。というふうに言ってたので、まあ、1つの添え字を選んで、その添え字については、0にします。で、そうすると今、X1、X2、X3 って3つ、変数があるんですけども、ただ、例えば、X1 を0とします。と決めたら、この上の2つの等式から、X2、X3 っていうのが1つに決まってほしいんですね。連立方程式を解いて。で、それをちょっとやってみます。で、こんな感じ。これ今言ったことにします。で、だから、例えば、X1 を0とするというふうに決めたら、この上の等式から、2x1 のところ0代入すると、0代入すると、こんな感じの、連立方程ができます。で、これ解けると。で、解いたら、なんか0、15、マイナス20って出てきます。で、そうすると、このマイナス20っていうのが、この皮膚制約を満たせませんから、この場合、この x1 イコール0として定められた、この点っていうのは頂点ではないです。とわかると思います。で、同じことを、それ X2 を0とした場合と X3 を0とした場合でもやってみる。で、そうすると、まあ、解いてみると、線形方程式に作って解いてみると、こんな感じの点が出て、これは全部皮膚なので、頂点である。で、この2つの頂点、出てきた点っていうのが、この線分の、まあ、この端の点に対応しているという形になっている。ということになります。で、まあ、こんな形で、今、まあ、これはその図で書けるので、3次元だから。まあ、図を書いてもらって、頂点を定めてもいいんだけども、まあ、一般の次元の場合、もっと高い次元の場合には、そうはいかないので、まあ、こんな形で、まあ、ある程度、機械的に、その頂点を定めるということは、行われます。ここまでいいでしょうか？いいですかね。はい。で、ここまでが、前回、やりたかったことの、残っていたところを、今、終わったって感じになりますね。で、一応ちょっと、まとめというか、まとめなかったんだけども、こんな形で、まあ、そのトスタミン集合というのは今後重要な役割を果たしていくという形になります。ここまでいいでしょうか。いいでしょうかって言ってるのは、皆さんの確認を求めているような、口ぶりで言いますけども、ただったらね、私が先に疲れましたっていうことを今言ってるだけですね。はい。で、まあ、こんな形で頂点が、補給できます。で、この頂点の仕方って、
特定の仕方というのを今後使っていくということになります。はい。で、これで、その前回の資料の部分が終わりになりまして、じゃあ、今日用意している3回目の方の話を、続きにやっていきたいと思います。はい。で、初めに言った通り、単体放射法定型、典型計画法の復習の話がまだ続くんですけども、まあ今日多分単体法ができなくて、相対計画、その前の話、その突破面集合の構造の話が一つあるんですけども、まあそれで終わるかなという気がします。もしかしたら相対定義の話までいかないかもしれない。まあ様子見ながらやっていきます。はい。で、今日、お話し しようと計画していたのはこの3つです。ミンコフスキー Y の定理というのと、ちょっとこれ、多分、今、口で言っても通じないので、その、カタカナ書いて、ミンコフスキー Y の定理。Y か、Y かちょっとわかんないんですけども、まあ、Y ですね。の定理というのと、小数定理というのと、単体法と最適単点解。ちょっとそれ、これ、なんか、単点最適解の後で。直すかもしれません。すいません。ちょっと、言葉が今、逃げている可能性があります。すいません。で、場所は置いといて、で、まあ、先ほど言った通り、この最後の部分、ちょっと今日できないと思うので、まあ、頑張って、この二つ、上の二つやっていこうかなと思います。はい。で、まず、お話ししたいのは、このミンコフスキー Y の定義という話。これはですね、スタミン集合の構造をもう少し深く理解しようという流れになっています。で、今、この下にですね、その図があるんですけども、なんだかというと、スタミン集合っていうのを前回定義して、で、それはその線形不等式形を使って定義される。で、その定義されたものが有解である場合、それはトスタミン体と呼ばれるというふうに言ってました。はい。で、まあ、だからそのトスタミン体っていうのはトススタミン集合の特別な場合になるわけです。で、一方でですね、トスタミン集合のこの AX 大なりイコール B のこの B を0にした場合に得られるもののことをトスタミン集というふうに言ってました。だから、まあ、トスタミン集っていうのもトスタミン集合の、特別な場合になっています。でですね、このトスタミン集合の構造を調べるためにですね、このトスタミン体とトスタミン集のことをよく知るっていうのは実は重要で、それをという感じになっています。で、今そのミンコフスキー Y の定義っていうのを、まあ、ご紹介しようと思っていて、まあ、証明しないんですけども、まあ、気分でお伝えします。気分でお伝えします。定義はどんなものなのかってことをお伝えします。で、それはですね、まず、トスタミン体に対するミンコフスキー Y の定義があって、トスタミン集に対するミンコフスキー Y の定義があって、でそれらを組み合わせてトスタミン集合に対するミンコフスキー Y の定義が言えるっていう形になっているので、これを順番にご紹介していこうと思います。ただ、まず、初めにやるのは、このトスタミン体のミンコフスキー Y の定義です。はい。で、それを、まあ、一言で言うとこんな感じです。今、この左に書いてあるのこれがトスタミン体です。で、トスタミン体は先ほど言った通り、トスタミン集合の中で有解なものでした。で、トスタミン集合っていうのは、ここに書いてあるように、この線形不等式を使って、まあ、定義されるという形になっていたわけです。で、ミンコフスキー Y の定義っていうのは、何を言ってたかというと、実は、トスタミン体っていうのは、別の形でも定義できますということを言ってるものです。で、それが右側なんですけども、それ何かというと、今ですね、トスタミン体を持ってくると、その先ほど言ったそのトスタミン体の頂点をですね、全部定められます。で今これ定めたのが、この右で言うこの4つの点になっています。で、その別の表現じゃないかっていうと、それらのこの頂点の突法として表現できます。と言っているのがミンコフスキー Y の定理です。ということなので、この突法というものは何なのかってことを今から紹介していくということになります。いいでしょうか。で、これは、まあ、今、二次元の場合は、まあ、目で見て、まあ、突法定義しないからできないんですけども、まあ、その、頂点を定めれば、その、突多面体が絡まるってことは、なんか気分はわかるんですけども、高次元の場合とかですね、もう本当にそうなのかとか、その高次元の場合、どういうふうに考えたらいいのかってことは、あんまり素直ではないので、それをちゃんと、定義の形では述べようと思います。で、そのためにですね、まず必要なのはですね、この突結合という概念です。今ですね、x1 から xk っていう点が、この n 次元空間にあるとします。で、それらの突結合といったら何かというと、次で表現できる点のことです。で、次っていうのはこれです。で、これは何かというと、x1 から xk の線形結合です。
だからそのラムダ1からラムダ K っていう、まあその係数になってます。で、ただしっていうのがあって、この係数がある性質を満たしている必要があります。で、この係数はまず実数です。実数です。で、その条件っていうのは2つあって、1つは、この係数は全部0以上である必要があります。ということです。で、もう一つは、この係数を全部足したら必ず1になります。ということです。で、これを満たすような形で線形結合を作ったら、それがこれらの点の都市結合であるというふうに言われるということになります。で、下で書いてあるのは例です。今ですね、まあ、K が2の場合、X 字から XK というか、その K が2の場合、だから2つしか点がない場合に考えます。で、そうすると、こういって、この凸結合っていうのが、ラムダ 1x1 プラスラムダ 2x2 という形で書けるものになります。で、ただし、ラムダ1とラムダ2は0以上で、足したら1というような、まあ、条件を出して、なくてはいけないことになります。だから、例えばですね、そのラムダ1、ラムダ2として、2分の1、2分の1を取ってくると、これは0以上であって、足して1になるので、この2分の 1x1 プラス2分の 1x2 っていうのは、x1 と x2 の凸結合になります。で、この点は、まあ、図で表すと、この x1、x2 という点の、を結ぶ線分の中点になっている。なんだけど、なんだろう、1対1に内分する点ですね。という形になっているというのは、まあ、これわかると思います。で、今ですね、ラムダ1、ラムダ2として、2分の1、2分の1っていうのを選んだんだけども、まあ、別のやり方もあり得る。まあ、例えば、ラムダ1を4分の3、ラムダ2を4分の1とすると、これはまたこの2つの条件、0以上であって、足して1になるという条件を満たしてますから、これも、これって4分の 3x1 プラス4分の 1x2 っていうのも、x1、x2 の凸結合になります。で、これは、x1、x2 を1対3で内分する点になるという、こんな感じですね。で、こんな感じで、この条件を満たすような、点ですね。凸結合っていうのは、K が2の場合は、この X1 と X2 を結ぶ線分上の点になります。必ず。X1 と X2 の内分点ですね。が、この凸結合として現れるということになります。だから、まあ、凸結合を全部集めてくると、まあ、こんな形で X1 と X2 を結ぶ、線分が得られるという形になります。で、それは X1 自身とか、X2 自身を含みます。いいでしょうか。今、これはですね、K が2の場合やったんだけども、じゃあ、K が4の場合ちょっとやってみましょう。だから、N は2のままで、今、K が4になったと書こうかな。N は2のままで、K が4になった。そんな感じ。そうすると、係数は全部0以上で足して1になる。例えば、係数が3分の1、3分の1、3分の1、0。3分の1、3分の1、3分の1、0。これは、本来は、これプラス、x の4、あ、0かける x の4があると思ってほしいんですけども、あ、これ係数足すと1になる。で、全部0以上ですね。で、これはですね、この x1、x2、x3 の、という3つの点が作る三角形の重心ですね。になっているという感じになります。で、例えば、まあ、別の例として、係数として全部4分の1に取ってくると、まあ、この4つの点の重心というんですかね。まあ、その形のものが得られるという感じになります。で、こんな感じで、その、係数がですね、0以上であって足して1であるように、いろいろとこのラムダ1からラムダ4っていうのを動かしてあげると、この場合はですね、まあ、いろんな点が得られて、最終的にですね、この x1、x2、x3、x4 が、まあ、作るというか、ね、張るというか、まあ、いうその四角形の部分を全部、この、凸結合が埋めてくれるという形になります。で、このようにですね、その、流言庫じゃなくてもいいんですけども、点がたくさんあって、その凸結合で作られる点を全部集めてきた時にできる集合のことを、その点の集合の凸法と言います。それが次のことですか。それがこれです。凸法です。今、V という、その流言庫の点の集合があるとします。で、その凸法と言ったら、今言ったみたいに、その V の点の凸結合全体からなる集合です。だから、書き方としては、この xi、その i が1から k まで動くんですけども、その、ラムダ i を係数とするような線形結合を全部持ってきて作ります。ただし、その係数は全部0以上じゃなくて、いけなくて、足して1である。という条件を満たさなくちゃいけないです。だから、先ほどの例で言うと、これですね。この4つの点の、まあ、作る、四角形っていうのが、この場合、この4つの点からなる集合の凸法になります。
別の例、これ今、ね、3次元の座標、3次元の座標です。まあ、これはですね、4つの点。この点、この点。あんまりちょっと筋を使って、これ4つの点の突法を今、図示しています。まあ、この場合、四面体ですかね。四面体になる。こんな感じになっています。はい。まあ、こんな感じで、その突法というのが定義されているということになります。はい。それでですね、変動式ワイルドというのは何なのかというと、その、突多面体というのは実はある有限点集合の突法であるということです。だから、もし言うと、突多面体というのが、突多面集合、その線形不等式で定義された集合で有解なものだったんだけど、それは実は、ある有限点集合の突法で必ずあります。だから、右のようになる。で、一方で、有限点集合の突法は必ず突多面体であるというその逆も言えます。だから、その、なんか右のように表現されているものがあったら、それをこの、なんだっけ、線形不等式形によって表すことができる、ことも言えます。で、これはですね、証明しようと思うと、割と大変で、まあ、扱わないんですけども、で、これはですね、その、このトスタメン集合の構造であったり、トスタメン集合のことに関していろいろとですね、考えを巡らせたり、まあ、あるいはその線形計画法を考える上で、非常に重要な事実なんですが、まあ、皆さんご存知なかったかもしれない。まあ、そうだとすると、まあ、ここで、まあ、これ復習と言えないかもしれませんけども、まあ、ご紹介するということになります。だまあ、直感的に、まあ、この二次元では、まあ、正しいかなって言ったら、もちろんそうするわけですけども、これは何次元でも正しいわけです。じゃあ、証明について一言言うと、これ実はこれ証明においてはですね、線形計画法の相対定理を使うというのが、一番スタンダードな方法です。で、まあ、相対定理は後で紹介するんですが、これ、ややこしいことを言うと、相対定理の証明に、この人工式 AI の定理のような論法を使うっていう話もあったりして、だから割となんかこれ表裏一体なんですよね。だからなんだろうな。なんか、後で言うつもりで言える相対定理っていうのが、なんか線形計画問題っていうのは、なんか実はなんか二つ同時な表現ができるっていうようなことを言ってるんですが、まあこれもなんか同じ雰囲気なんですよね。突多面体っていうのはなんか二つ同じ表現があるっていうね。そういう形の定理なんです。で、こういうのが、実は、最適化にはよくあって、なんか、同じように見えるものっていうのを、なんか、別の表現で表せるとかっていうのが、最適化ではよくあって、で、そういうのがですね、非常に重要なんですね。だから、一つの視点で見るだけでは、なんだろう、どうやって取れたらいいかわかんない。どうやって取り組んだらいいかわかんない。っていうものに対して、別の見方を与えてあげて、しかも同値である見方を与えてあげて、それを使うことによって、うまく解けたり、その違う見方で、構造が近くにたりできたりするとかあったりするので、まあそういう意味でもこの定義は重要なんですけども、まあ証明はちょっとここでは使えない感じですね。まあこの言いたいこと、定義の内容はいいでしょうか。で、こういうものになっています。で、これは、じゃあちょっと今例を一応次に挙げていて、まあ N 次元立方体において、この、線形不等式で書かれているもの。まあ、これについては実は、その頂点、先ほどやっていた頂点の集合の、まあ、突法として書けますよってことが言えます。で、これはですね、実際、証明ができるので、この後の2、3ページでやってるんですけども、ちょっとこれは、この授業ではやらずに、後で、補足動画を作ろうと思うので、その補足動画のところで実際に、この頂点の、突法によって、この、M 次元立方体っていうのが実際に表されているんだってことを、補足動画の方にやりたいと思いますので、じゃあそれは補足動画の方を後で作りますので、それをご覧ください。見方が示されています。で、じゃあ、補足飛ばしていきます。はい。でですね、先ほど言った通り、人工式ワイルドの定義は、この突多面体バージョンとご紹介したんだけども、突多面水バージョンと突多面集合バージョンっていうのがあるので、これをまあご紹介していきたいんですけども、ちょっと話しすぎましたので、じゃあここで3分ぐらい休憩をして、休憩の後でこの突多面水バージョンの話をしていきたいと思います。ではちょっと、じゃあ3分の休憩の中で出ます。はい。じゃあ3分休憩します。
はい、それでは再開していきたいと思います。はい。で、今言いました通り、先ほど言った通り、次、このトスタミナシーバージョン。トスタミナシーもう一回何度かというと、AX が0以上って形で書けるトスタミナシー集合のグラフと言いますね。で、どういう定理になるのかということを先に言いますと、これはそのトスタミナシー集合の、じゃなくてトスタミナ体の時の変更式バージョンの定理に非常に似てるんですけども、その、トスタミナシーというのがあったら、それは実はですね、この有限ベクトル集合の水法というもので書けるということになります。で、先ほどその凸法というのがあったんですけども、その、凸法に似た概念にこの水法というのがあります。水法。で、その水法を定義するために、先ほどと同じようなことをやります。やっぱり先ほどは凸法を定義するために、凸結合っていうのを定義したんですけども、今度は水法を定義するために、水結合っていうのを定義します。それをまずご紹介します。で、定義は、先ほどの凸法の時の凸集合じゃなくて、凸結合とほぼ同じです。つまりですね、今この y1 から yn、これベクトルだと思ってますけども、この n 次元ベクトルがあった時に、その水結合っていうのは、先ほどと同じように線形結合を作ります。ただし、今、これ μ っていうのを、係数にしますけども、その μ が、μ1 から μl っていうのが0以上でなくてはいけない。だけども、凸結合の場合には、これ足したら1であるっていう必要があったんだけども、それが今なくなっている。だから、その水結合っていうのは、凸結合よりも、条件が緩いというか、足して1じゃなくても良いというのが水結合です。で、今、ここに2つベクトルがあって、y1、y2。だから、これベクトルのつもりなので、この原点にちゃんと考えて、こんな感じになります。で、2つのベクトルの、水法を考えるので、それは、μ1y1 プラス μ2y2 という形で書けるもの。ただし、μ1 が0以上、μ2 が0以上。という形の、ベクトルを考えると、それが水結合になる。ということになります。だから、例えば、順ですね。μ1 が2分の1で、μ2 が0っていうもの。2分の1y1。これも、y1y の水結合です。で、別のものもあって、例えば、μ1 が2分の3で、μ2 が1っていうものも、この条件に満たしますから、2分の 3y1 プラス y2 っていうベクトル。これも、この2つのベクトルの水結合です。で、こんな形で、その水結合をたくさん集めていきます。で、そうすると、こういうようなものが出てくる。この今、ピンク色の領域、これその上の方にずっとこの、比喩回路を続いてるんですけども、ちょっと今、書けなくてこんな感じになってます。で、これが、その、今、y1y2 という2つのベクトルの水結合全体の集合になります。こんな感じのイメージを抱いてください。今、これ今、2次元なんですけども、そういう形になる。で、先ほどの凸法と同じように、この水結合全体からなるベクトル、集合のことを、そのベクトルの集合 R の水法と言います。今、R を中心に。R は、ベクトルの有限集合で、その水法というのは、R のベクトルの水結合全体からなる集合です。だから、この場合、これが、その、水法ですね。ちゃんと言ってますね。その、コーンと書いたら、コーン R と書いたら、その水法を表す。ちゃんと言ってなかった。コーン R と書いたら、これが R の水法。で、先ほどちゃんと言ったら、もう一回書くと、昆布、V と書くと、これが V の凸法を表す。こういう記法でやっていきます。すいません。さっきですよ。コンフォって言わなかったので、さっき、ここで補足しますね。こんな感じです。はい。で、変更式 Y の定義が何かというか、これ3次元の例です。3次元の場合、例えばこの、わかりますかね？この、3つ軸があって、4つベクトルがあって、その、水法っていうのは、この4つのベクトルで、この上の方にですね、ザーッとこの伸びてくるような。ちょっと今、ザーッとっていうジェスチャーしてるんですけど、ジェスチャーはちょっとこの場に使わない。こんな感じです。これもそう、上の方のところ、その比喩界でこれ続いてるイメージなんですけども、こういうのが、その高次元の水法
まあ、待っていく。こういう感じですね。はい。それで、ミンコフスキー外部の定義って何かというと、戸塚元帥は、ある有限実空集合の水法であり、逆も正しい。ただ、その、戸塚面体の時の、ミンコフスキー外部の定義と、まあ、ほぼ同じことを言ってるんですけども、まあ、これが、非愉快なものに対しては、こういうその、なんだろうな、水法を考える。という形になります。ということになります。で、まあ、これも証明はしませんけども、まあ、これはその、まあ、ニューギルの場合見れば、そうだろうなっていうふうに思いますし、まあ、誰そうだなって気はするかもしれませんけども、まあ、証明ちゃんとしようとすると、割と大変で、特にその、高次元の場合ですね、のことを考えると、大変になるんですけども、これになります。ということになっています。で、さっきちゃんと言ってなかったんで言いますと、このミンコフスキーとワイル、これ人名です。人名です。あ、すごく、高名な数学家です。数学者です。数学者です。数学家って言うと変ですね。数学者です。はい。で、まあ、これは、今後使っていくかもしれないですね。はい。で、これが、トツカメンシー版なんですね。で、そうすると、先ほど言った通り、まあ、このトツカメン体版っていうのはトツカメンシー版の話をしました。で、これらを、まあ、組み合わせて、このトツカメン集合版のミンコフスキー外部定理が言えるということになります。で、それどんな感じかちょっと言ってきます。で、そのためにはですね、ミンコフスキー和と呼ばれる概念が必要になります。で、それを、説明します。でですね、まずその定理の概略を言うと、まあ、トツカメン集合ってのはこんな感じですね。で、これは実はですね、実は有限点集合のトツ法と有限ベクトル集合の水法に分解できます。っていうのが、このミンコフスキー和の定義です。で、先ほど言っていた通り、この有限点集合のトツ法って、これは、先ほどのその話から、これは、トツカメン体の、上の方がトツカメン体の後、トツカメン体に対するミンコフスキー和の定義によると、これトツカメン体の後です。で、下の方は何かっていうと、これは、トツカメン子なわけですね。だから何かっていうと、実は、トツカメン集合っていうのは必ずトツカメン体とトツカメン子に分解できます。ってことを言っています。で、分解されたもの同士は、先ほどのそのトツカメン体に対するミンコフスキー Y の定義と、トツカメン子に対するミンコフスキー Y の定義を使って、この突合と、ということになります。で、このプラスっていうのは、その何なんだ、分解って何なんだってことをちゃんと説明する必要があって、そのためにちょっと先ほど言ってしまったミンコフスキーはという概念を使います。で、それが次のページの話になります。はい。で、これはですね、どういうものかっていうと、今、X と Y というのが、この、N 次元空間の部分集合、だから領域として与えられると思ってください。で、その2つの集合、X と Y のミンコフスキー和といったら何なのかというと、それは次に定義される集合です。で、そのミンコフスキー和はこのプラスという記号で表すんだけども、だからこの X と Y はこれ集合です。だからこの集合2つあって、それに対してのプラスっていうのは、本来、書いてはいけないような集合の記号なんだけども、ここではどういうふうに定義するかというと、ラージ X のベクトル X とラージ Y のベクトル Y を持ってきたら、その2つのベクトルの和を考えます。で、そのようにして作られる和 X プラス Y を全部集めて集合としたものが、このミンコフスキー和、ラージ X プラスラージ Y になるということになります。で、今下にちょっと例を書こうと思ってるんですけども、ここにですね、まあこれ今2次元のところで、ラージ X、ラージ Y って、まあこの場合、トツカ関係がプラスあるとします。で、じゃあその時に、このミンコフスキーは X プラス Y の要素となり得るベクトルがどこであるでしょう、考えます。で、例えば、まあこんな感じですね。ラージ X が1つベクトル取ってきて、ラージ Y が1つ取ってきたら、その和としてこの紫の点、これが現れます。だからこの紫の点っていうのは、今ここで考えている、ラージ X プラスラージ Y の要素なんです。こんな感じです。じゃあ、別のところを持ってくると、こんな感じですね。X として、ラージ、あ、スモール X としてここ、スモール Y としてここっていうのを取ってくると、その X プラス Y がここになる。こんな感じですね。で、こんな形で、取り得る X と Y を全部考えて、X プラス Y っていうのを作ります。で、それによって、この平面上のある領域が定まるんですけども、それ書いてみるとこんな感じになる。この今書いたこの領域、これが、ラージ X プラスラージ Y っていう、ミンコフスキー版になります。これ、まあ実際皆さんやっていただくと分かるかもしれない。これやるの大変です。やってみる。でですね、まあこの例はどういう例になってるかというと、これ X、これ、トツ多角形です。Y もこれトツ多角形です。
で、そのエラーの民工式はもう実は取ったかっていうの。x が3かっていうのに、y が4かっていうのに、四角形の時に、x プラス y は、1、2、3、4、5、7かっていうの。これやばいですね。これなんかここからなんか一般法則を実行すると間違えるので、あんまり言いたくないんですけども、まあそういうふうな形で、正しいのは何かっていうと、x と y が突集合であるんだと、この x プラス y の突集合になるということは、これは突集合の、定義を、それで、そのままなぞって言えます。突集合の定義はですね、前回やったんですけども、比較的な形になります。特に、x と y が突多面体だったら、x プラス y も突多面体になります。これはですね、先ほどの民工式 y の定義を使うと言えるんですけども、まあ、それはちょっと置いておきます。で、この民工式はというのが、今から述べる民工式 y の定義の、中で使われます。で、何かというと、これです。これは突多面集合版です。突多面集合は、ある有限点集合の突法と、ある有限ベクトル集合の C 法の民工スキーマであるっていうのが一方向で、で、その逆も成り立ちます。有限点集合の突法と有限ベクトル集合の C 法の民工スキーマは、突多面集合である。だから今、これ、先ほどのこれ例というか、これが、突多面集合なんですけども、これは、この上に書いてあるような、このま、線分という突多面体、と、下に書いてあるような、突多面数の民工スキーマになってます。実際。うん、まあ、これはですね、じーっと眺めてですね、絵を描いていただくと、まあ、この2次元の場合は多分、想像がつきます。で、これはその一般の次元でも成り立つんですね。うん。だからイメージできますかね。これプラスこれがこれ。わかんないかな。すいませんね。あんまりちゃんと説明しないんですけども、まあ、これはですね、先ほどの民工式の定義をもう一度高めてもらって、実際にこの線分と、この突多面数の民工式を取ってあげると、こうなるなってことはわかるんです。で、まず、ちゃんと言わなきゃいけないのは、この上のこの線分です。この線分っていうのは、この突多面集合のこの左手のこの線分の部分。線分の部分っていうのが、ここです。ここ。ここと一致してます。で、このですね、その比喩界のこのが続いている、この、まあ、この単線ですね。ベクトル。これが、この下の、この、水泡の単線と、まあ、これ一致しているという、こんな感じになっているんですね。でそんな形で、なんか分解できる。突多面集合があったら、それをですね、さっきのこれ分解できる。というのは、これは重要なところになっているということになります。もう少しですね、その式で見てみますけども、これ証明しませんが、こんな感じだと、任意の突多面集合 P っていうのがあったら、それに対してある有限点集合 V と有限ベクトル集合 R があって、P というのは V の突法と R の C 法の場でかけます。こんな形になってます。これイメージです。で、ただ、まあ、これ規模が何かっていうと、まあ、一般的に、この突多面集合っていうのが、比喩界になるわけです。で、その比喩界な部分っていうのも、記述が、この後ろの、この水泡の部分で表される気分です。で、この、突多面集合のこの右下の部分、ここら辺はなんか、すごくなんか複雑な形をしていて、ややこしいんだけれども、で、その部分のことを書いてるのは、この突泡の部分になっている。だから、そういうような気分です。これ、気分だけで何も気にしてないんだけども、ただその、突多面集合があったら、それを、なんかその、非有界な部分と有界な部分になんか分けて、書いてる、記述してる、そういうようなイメージだと思ってください。で実際にこの、V とか R とかっていう、この、有限点集合と有限ベクトル集合というのが、これ実際これ存在するんですけども、で、これをですね、実は、これ証明したいと書いてあるんですけども、その V として、P の頂点集合、で、R としては、P の単線の方向ベクトル全体っていうのを考えてあげればいいですよっていうことが実際は言えます。で、つまりですね、先ほどその、頂点とか単線、つまり、突多面集合 P っていうのがあったら、それを記述するのに必要な情報というのは、その頂点の集合と単線の方向ベクトルの集合だけでありますと。ということを言っているのが、この民工式 y の定義です。というふうにも言えます。
で、まあ、だから、その、トスタミン集合を思い浮かべるときに、その、線形不等式形から得られるものだっていうふうに思い描いてもいいですし、その、頂点集合と単線の集合から得られるものだっていうふうに考えてもいいということになるわけです。で、この二つの見方を、いろいろとその、交換しながら考えていくっていうのが、このトスタミン集合だったり、線形計画問題の許容集合、許容領域を考える上で重要になってくるので、ここで紹介しました。はい。で、まあ、この事実っていうのは今後使っていく。この民国式定理っていうのも、まあ、使っていくことになると思いますので、ここで紹介しました。ということになります。よろしいでしょうか。まあ、証明してないですし、まあ、これ証明してもあんまり直感も得られないんで、まあ、こんなものだと思ってください。ではですね、残り10分ぐらいで、できないんですけども、すいません。この話があったな。全然違ったな。これ言われなくてもいいな。これ言われ必要があるのかな。やります。で、その頂点と単線っていうのが、重要な役割を果たすと言ったんですけども、実は、頂点自身を凸結合によって、特徴づける。つまり、その必要十分条件を与えるということができます。で、単線の方もあるんですけども、まずその、頂点の方をやってみます。何かというと、トスタミン集合 P っていうのがあって、その X というのが P の頂点であるための必要十分条件っていうのがここに書いてあります。ここに書いてあります。で、何かというと、その P に入っている min の X プライム、X2 プライムっていう点を考えます。で、この今考えている X、今この頂点であるかどうか考えたら X。それが X プライムと X2 プライムの中点になるとします。これが仮定です。で、あるとしたら、ならば、この X と X プライムと X2 プライムが全部一致します。っていうのが、頂点だという必要十分条件です。これはね、わかりにくい。わかりにくい。だから、これはですね、否定したものを言ってます。X が P の頂点ではない。というのは何かっていうと、ある、X プライム、X2 プライムが P の中に存在して、X は、この X プライムと X2 プライムの中点なんだけども、かつ、この後ろ側否定したいんですよ。X は X プライムではない、または、X は X2 プライムではない。こうですね。こういう感じになりますね。わかりますか？なんかなんだろうな。X が X プライムと X2 プライムの中点になるような X と違う点、X プライム、X2 プライムを取ってこれるんだったら、その時 X が P の頂点ではありません。で、逆も成り立つ。っていうイメージが下の図です。これです。今、X というのが、X とは違う点、X プライムと X2 プライムの中点であるとします。そうすると、この X というのは、この、トスタミン集合の頂点になり得ません。なんでかというと、その、ガトー不等式を使う面の定義を思い出すと、この X というのが、頂点であるとすると、その、そこにおける、その、なんか自由度っていうのは0次元的じゃなくていけないわけです。だけども、X プライムと X2 プライムも、P に含まれていて、で、X も P に含まれているので、その、凸結合の定義から、X プライムと X2 プライムを結ぶ線分っていうのは、全部こう P に入っていないというふうに言えます。そうすると、この X の周りのその自由度っていうのが0じゃなくなります。1以上になります。ってことで、X はこの、P という、凸多面集合の頂点には何言えないということになります。これはですね、今の書き換えで言うと、右から左。ですね。だから、近い前で言うと、左から右を今、証明したことになります。で、右から左は、まあ、あんまり言いませんけども、ここに書いてあります。X を相対的内部に含むような P の次元差のように考えればいいんですけども、まあ、相対的内部とか、定義してないので、あんまりこれ皆さんに情報ないかもしれませんけども、まあ、相対的内部っていうものを、まあ、調べてもらうと、ここに言ってることが何だか分かるかもしれなくて、もしかしたら皆さんも証明できるかもしれない。まあ、あんまり細かいところは言わないです。でも、これ正しい。っていう感じですね。まあ、イメージとしては、この字のイメージを持ってほしい。ということになります。で、同じようなことが、単線についてもあります。で、単線について、その水結合を使って、特徴づけができます。
Y が P という意味と多面水の単線の方向ベクトルであることの必要十分条件は、この P に入っているような、Y プライム、Y2 プライムというベクトルを使って、Y イコール Y プラス、Y プライムプラス Y2 プライムという形の、水結合で Y がかけるときに、その Y と Y プライム、Y2 プライムが等しくなってしまう。これ先ほどと同じように、このまあ単線の方向ベクトルがないっていう条件を書こうとすると、もっとイメージが分けやすいかもしれませんけども、まあ、やってることは先ほどの頂点の時とほぼ同じです。ほぼ同じです。ので、まあ、こういうものがあるんだな。で、ちょっとここではご紹介だけにしたいと思います。で、これは使う、これ、こっち、ちょっとこれは使うかどうか分かんないですけど、今後。頂点の方は多分使うと思うので、前のページですね。こっちの方は多分使うと思うので、またその使うときにこういうことがあったということを、復習します。はい。ちょっと、ね、計画が良くなくって、次に小中程度の話をしたいんですけども、やっぱり10分じゃ終わらないと思うので、まあ、できるだけここまでやっていきます。できるところまでやっていって、残ったところは次回話すという形にしたいと思います。はい。じゃあ、小中程度の話をちょっとしていきます。で、ここではちょっと割と、トップダウン的にやるんですけども、線形系の問題です。まあ、これ、透視標準系の線形系の問題があります。で、これに対して、相対問題というものを定義できます。で、まあ、こうやって定義しますというふうに言っちゃうんですけども、まあ、この別の最適化問題、これは今、その元の最適化問題の相対問題というふうに言います。で、これは、なんでこういうことを考えるんだってことは、いろいろと理由があるんだけども、それをやると、大変なので、これは天下り式にこういうものを考えます。で、まあ、先ほど言った通り、これ名前があって、この左の問題に対して右の問題を、左の問題の相対問題というふうに言います。で、何がどうなっているかと言いますね。まず、元々の問題では、C 点値 X っていう、目的関数がありました。で、この C が、この相対問題の方の時には、この制約の方に行きます。制約の方に行きます。で、制約の方は、目的関数の B 点値 Y っていうのがあるんですけど、この B っていうのは、元々の問題の制約にある、右辺です。だから、気分としては、その B と C の役割がなんか入れ替わって、制約と目的関数にあるものがなんか入れ替わっている、こういうようなイメージになります。で、入れ替わっているのはそれだけじゃなくて、いろんなものがあって、元々はミニマイズって最小化してるっていう問題だったんですけども、相対問題の方でこれが最大化する方になっています。初回に言ったように、最大化するっていうことも、線形計画問題ですができるので、これはまあ別に、まあ、構わないという感じになります。で、これまあよく見てもらうと、この相対問題というのは、つまりこの線形関数を最大化するんだけども、その時の制約が線形不等式というより書かれているので、この、相対問題というのも実は線形計画問題です。だからこれはその、もともとあったある線形計画問題から別の線形計画問題を得ているというふうに言えるということになります。いいでしょうか。はい。で、もう少しちょっと、補足すると、今ですね、B というのが、この B ですね。B というのが、M 次元ベクトルだったので、この相対問題においては、Y というこのベクトル、これも M 次元ベクトルです。だから、もともとのですね、問題には N個変数があったんですけども、相対問題においては、変数が M 個ある。変数の数は、変数の数は、この元々の方では N なんだけども、相対問題の方では M 個あるということになります。あ、ちなみにその元の問題のことをですね、今後この主問題と言ったりすることがあります。はい。主問題の変数の数は N 個で、相対問題の変数は N 個。で、じゃあ、この、制約ですね。制約を見ると、この、等式標準っていうこの等式があるんですけど、この等式のところでは、等式が何個あるかというと、A というのは M×N 行列だったので、この制約はですね、この等式これ M 個、もともとの主問題の方であるという形になります。で、それはですね、この相対問題の方では、これは制約という不等式になっているんですけども、これ A 点値になっていて、C もこれ M 次元ベクトルなので、ここの不等式の数っていうのはこれ N 個になります。で、そういう形で、その制約の個数も変わってきたりするということになるので、それは注意をしてください。
で、変数の数が変わってるときに、例えば何かっていうと、これ、図示しようとすると、図示すべき空間の次元が変わるという、変わり得るようになります。だから例えば、この等式がですね、10個あったりすると、元々の問題が、変数2個の問題だったとしても、この相対問題の、を図示しようとする空間の次元が10次元になります。という形で、まあ、図数がだんだん大変になってたりするんですけども、まあ、そういうような、まあ、性質を持つ問題が、この相対問題です。まあまあ、性質とですね、まあ、こういうふうに定義されるものが相対問題です。で、これはですね、等式標準形に対する相対問題なんですけども、不等式標準形に対しては別のものが相対問題と呼ばれると思います。で、ちょっとそれも紹介します。こうです。今これ不等式標準形です。で、不等式標準形については、これです。こういうのが相対問題です。で、まぁ、ちょっと違っていて、先ほどは、この y が0以上ってのはなかったんですね、等式標準形の時には。ただ、不等式標準形の時にはこれもついてきます。で、こういうふうにしたものを、まあ、その場合、同じように相対問題と呼ぶという形になります。はい。で、まぁ、これはですね、すいません、こういうものだというふうにちょっと、ここでは思っていただくという形になりますね。はい。で、まぁ、今日は多分これ図示しておしまいにします。まあ、こんなイメージです。これは、不等式標準形の線形計画問題です。はい。で、これ、先ほどの、書き方に従って、相対問題をすると、まあ、こうなります。こうなります。これがですね、皆さん確認してください。これ確認してください。これはですね、実際にやっていただくというと、この相対問題を作るっていうのはですね、割とその、線形計画法を勉強するときにですね、どなたも一度やってほしいことになるので、実際この主問題の方から、先ほどの作り方に従って、この相対問題を得られるということを実際確認していただけるといいかなと思います。で、ここではですね、これ、うまくこの主問題を作っているので、相対問題の変数の数みたいになっています。Y 違いに。ただ、これ、図示できます。こんな感じになります。図示しました。はい。で、まあ、解くとですね、これ、両方ともですね、実は最適解を持つような、線形計画問題になっていて、最適者ですね。こちらもマイナス3になります。で、これが重要なことで何かっていうと、今これはですね、まあ、絵を描いて、線形計画問題、トップから言う、今日は出ない、次回ということなんですけども、この主問題、相対問題も、どちらにも最適解が存在するときには、必ず最適者一致します。これが重要な定理で、相対定理と呼ばれるもの。で、それをやっていきたいんですけども、まあ、証明はしないんだけども、それは紹介したいんですが、ちょっと時間がないから、これは次回にしようかなと思います。はい。で、ちょっと先ほど言った通り、まあ、この主問題からですね、相対問題を作る、この操作っていうのは案外重要なものなので、皆さん、まあ、ここに回答が載ってる演習問題だったかと思って、皆さん手を動かして、後でやっておいていただけるといいかなと思いますので、ぜひやってみてください。その前のケースですね。これですね。この形にまず入って、それがこの右の形に、相対問題として変換されるで。変換されたら、それがこう書けるんです。ということを実際皆さん確かめてください。はい。そうですね。で、この後で相対点の話があるんですけども、ちょっともう時間がないので、続きはまた来週にしたいと思います。だから来週に残るっていうのはどんどん増えていって、なんか、永遠に終わらないかもしれませんけども、まあ、どこかで長寿には合わせたいと思いますので、まあ、その話でやっていきます。だから、来週また、追加やるという形でやりますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ、あと5分ぐらい時間がありますので、じゃあ、残った時間で、Google Classroom に行っていただいて、今日のコメント出していってください。よろしくお願いします。はい。では、授業としてはこれで終わりになります。ありがとうございました。